皆様、こんにちは。外務副大臣の山田健治でございます。本日は外務省及び国際移住機関が主催する外国人の受け入れと社会統合のための国際フォーラムにご参加をいただきまして誠にありがとうございます。会場にお越しいただきました皆様方、またオンラインでご参加いただいている皆様方に対しまして 主催者を代表いたしまして、心から歓迎と御礼を申し上げます。また、本日のフォーラムの開催にあたりまして、企画段階からご協力をいただいたモデレーターの、A、山地、山脇敬造様、明治大学院教授、A、登壇者の皆様、ご多忙な中、ビデオメッセージをいただきました、アントニオ、 ビトリーの国際移住機関事務局長。本フォーラムの共催者である国際移住機関。講演をいただきました出入国管理庁及び一般財団法人自治体国際化協会の皆様。会場をご提供いただきました外国人在留支援センターの皆様。その他、フォーラムの開催にご尽力をいただきました 全ての方々の、に、この場を借りて、えー、厚く御礼を申し上げます。外務省は2005年から、日本における外国人の受け入れ政策や、社会統合のあり方についての議論を深めることを目的として、本フォーラムを継続的に開催してきており、前身であるシンポジウムを含めると、今回で18回目の開催となります。 日本で生活されている外国人の方々や外国人を受け入れるコミュニティの方々が抱える様々な問題、例えば医療、就了、また女性の活躍などに焦点を当て、内外の有識者をお招きして活発なご議論を、議論を行ってまいりました。今回のテーマは、 外国人住民への生活支援、生活オリエンテーションと相談体制のあり方を中心にです。我が国における在留外国人数は年々増加しており、2022年6月末の時点で約296万人を数えます。また、昨年春より我が国はこれまでに2000人以上の ウクライナ避難民の方々を受け入れております。今や日本各地において多くの外国人の方々が地域社会の一員として生活し様々な分野でご活躍をされています。しかしおそらくそうした方々の中にも日本での生活を始めた当初は言葉、文化、生活習慣等の違いから 日本での生活に困難や困惑を感じたご経験があったのではなかったかと思います。また、受け入れる側の地域のコミュニティの方々におかれても、様々な試行,試行錯誤があったのではないかと思います。今回のフォーラムにおいて、外国人の方々が日本語や日本の文化、社会制度等を学び、 安全、安心して暮らせるよう、コミュニティにおける外国人住民の方々への生活支援、オリエンテーションや相談体制のあり方について、国内外の好事例も含め、理解を深めることは極めて有益です。本日のフォーラムが日本人と外国人が安全に 安心して強制できる地域社会の実現につながるものになることを願い、開会のご挨拶をさせていただきます。本日よろしくお願いいたします。